和宮さん失礼します。あらばはこっちから服である。お前の母親の旧姓ってことだよな、和宮って。うむ、そうである。母上は和宮さよりというのである。名前の文字はこのような形ぞ。ああ、なんとなくわかったよ。和宮さよりね。じゃあ佐藤は父親の姓。カリノ殿、お主いつまでそこにいるのである。え、掃除も終え、お線香とお花も備えた。お主もこっちでお参りするとよいぞ。いいだろ別に。ここからお前がお参りしている姿じっくり見てやっから。動いたらダメだ。なんぞそれは。わらは気が散ってしまうではないか。俺はここを絶対に動いたらダメだ。ほらほら、気にすんなって。気になって仕方がないである。まあまあ、絶対にこれを見せるわけにはいかない。細かい事情はわからない。ただ言えるのは、こいつは母親がここに眠っていることを知らない。じいじ殿、ばあば殿、わらわは元気に過ごしているである。どうか見守っていただきたい。そしてもし母上がここにお参りに来たら、わらわのこと伝えていただけるとありがたい。ちゃんと元気に生活していると。足元気をつけてね。うん。カリノ殿。ん？わらわ、母上にまた会えるであろうか。悪い。やっぱり俺、お前に嫌われる覚悟でいようと思う。カリノ殿？俺はお前に嘘をつく。会えるよ。ふむ、カリノ殿は嘘をつかぬ男であったな。カリノ殿がそういうのであれば、わらわは信じるぞよ。お主はわらわに嘘をつかぬ。